すでにお金持ちになったキノピオ隊長、果たして冒険する意味はあるのかな、疑問に思いながら進むのである。作りかけた遠出とマルチリフト。こんにちは、土の子です。さあ、キノピオ隊長の方続きやっていきましょう。さあ、物語は佳境に入っていると思うんですが、どうでしょうか。あれ、なんか、あ、見たことあるようなと思ったけど、あれだ、分裂する系だこれ。ほい、倒していけ。なるほどなるほど。ほら、よし、ここで2人は2人にな、チビで2人になるんや。はい、これすると、あ、リフト、あ、さらに増やせる。代わりはいくらでもいるの。ちょ待って、おいおい、ちょっと待ってくれや。あ、代わりはいくらでもいるもの。行くぜ。あれ、コイン祭りじゃーい。うわ、あ、なんかあるぞ。あ、やった、全員が復活する。そして3、これで4になれる。大丈夫かこれ、怖いんだが。落ちてった、よし。あ、待て、こっちにあったはず。あ、まだ1個目だよね。で、これが4と。おし、わあ、さらに。さらに増やせちゃう。あそこにあるけど、おや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 、どこまで来た。あ、はいはいはい。なんでこういうこと。でもうクリアできるけども、クリアできるけども、あそこにまだあるんだが、5個。ちょっと待って、5人にならなきゃいけないんじゃないのこれ。ここから落ちるのか。いや、落ちれないよね。ここか。ちょ待って、取っちゃいそう。ほら、もうやべえ、何個。やべえ、ちょ待って。どうなってるかわかんねえ。ああ、死んだ。合体して整列して落ちていこう。やっべやっべ、これ、あー、下に落ちそう。これ何。あー、やっぱりダイヤだったね。ちょ、怖い。あー、落ちちゃった。もういいや、気にせずに乗っちゃおう。おし、あ、一人一人ごめん。一人やっちゃった。でももうこれクリアでいいでしょう。あとはもうダイヤのみだもんね。ダイヤはもう完璧、オッケー。さあ、何でしょう。5人でゴール、なるほどね、了解です。これは一応想定してたな。ちょっと一旦ここ整列しよう。一旦整列して3人で行きます。おい、ちょっと待てや、3人だったはずだろう。はい、4人になりました。ここからこれで5人になりました。よし、来た。来た。おい、上がれ上がれ上がれ。よし、できましたね。あんまり苦戦したかった。
どこだろう。で北押してちゃんと人数も増やして、で声だけしっかり聞いていく。よく聞け。ギャピギャピ言ってないよね。言ってないよね、ギャピギャピ。あれれれれ。あれれ。あ、今言った。聞こえた。これ。おーい。見つけ申した。最後の方にいましたね。ちゃんとあのはみ出てくれたわ頭。よし次、パタンパネル回廊。パタンパネル。はいはいはい。いいのかな。ああなるほどなるほど。はいはいはい。一旦こう行って、ああ怖い。ああ怖い。どっちに行ったらいいんでしょうか。こっちかな。はい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 。あでこう行って、間に合え。間に合え。よし。あれクリアできちゃった。ちょっと待って。どこにあった？あ、あそこ行けたっけ？一旦戻って次に行き、あはい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 、この中と見た。ここあるでしょ多分。ほらやっぱりミスりたくない。よし、さあ何でしょう。これ結構簡単になったな。後半にの割には難易度は低い。コインを45枚。なるほど、コイン系ですね。あのゴール周辺にコインがあるのはもう分かった。こういうとこ、あーやっぱりあるね。ここにまず12枚ある。こういうとこしっかりゲット。16、これだけか。あ、この中になんかあるぞ。はい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 。やべ。あー怖い。あー怖い。ちょっと待って、45じゃなかったっけ？ここ。よし。あ、これは行きましたね。ほら。うん、これがまあマックスでしょう、多分。オッケー。さて、まあ音聞きつつ全部を見るといいかも。まずは音が重要。音を聞け。一応回る。こっちの方がいろいろ行くよね。いや一応見るか。ここ、この周りいないかどうか。てっぺんいないっすね。このコインの向こう側にあったりするかな。このコイン取った後この中にいるとか。ギャピギャピ言ってねえからないな、これは。ということは向こう側しかないんですが、大丈夫っすかね。それともこの下。いた。音だけに気をつけてたらいけない。あ、コインステージ来てるのでやっていきましょうか。389がマックス。増やしの方でいくか。いや、え、これで356なの？結構取ったと思うんだけど。
おかしいの。今結構うまくいったと思ったんだけどな。あっちのやっぱり掘る方が取りやすいのかな。砂漠のブロック要塞。さてと、わあ本当に要塞だ。さて、危ない、危ねここは、まあ、こういうチェックは欠かさずに。なるほど、あの赤いやつがやだな。危ねえ、あ、やってた。これは何が変わってる、ちょっと見えない。はい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 、これは、はあ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 、あーなるほどなるほど、ブロック系を全部壊せるか。ここもあおら、お撃ちまくる。よし、微妙すぎるんだけど、ちょ操作が微妙すぎる。ジョイス壊してねえな。まあいいか。うわやだ、ちょっと待って、こっち行けないんですが。これがやっぱ邪魔なんだ。よし、これによって行けるようになった。待って、この裏行ってみよう。あれ、よし、くるくる回して倒したぞ。これでもくるくるじゃブロックは壊せないよね。あ、ここ普通に上行けました。これが一番最初のやつか。ここ行ってみよう。あ、こうですね。あぶねえ、全部使って投げちゃうとこだった今。一応ここ行ける。はい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 、あークリアしちゃった。あ、上に台あった。投げ系かちょっとむずいね。カブ大砲10発以内でゴールした。なるほど、あれいける。くそ、これじゃねえの。ちょ待てや、俺どう行くんだろう。何かボタン的なものがある。やべえ、ちょっとまず銃のやつやるか。ここあれ行った、行ったよね。よし行くぞ。まずはここ2345オッケー、これでもういけたでしょ。ちょっとサクッとクリアしちゃいましょう。10はクリアできた。あとはあれあれどうやるんだ、マジでマジわからん。おかしいな、こんなはずじゃなかったんだが。へえ、あんな遠く離れてんだから、何か投げたり誘導、キラーの誘導ぐらいしか思いつかないんだけど位置がい、あ、何あれ、ちょっと待って、あれ何あれ何なんだよあれこれ逆に、あ、死んだいや逆回せなかったんだけど今。これちょっとむずいな。他に行かなかったことある？
いやこれ何マジでねえ何これ、これ裏技使わないといけないとかじゃないの。カニだって思いつかない、これを思いっきり伸ばすんかなと思ったんだけど伸ばせそうになかったんだけど。よし、みんなはどんな感じだと思いますか。ちょっとみんなの案を次回採用しようかなと思います。こうしたら届くんじゃない的なやつよろしくお願いします。たまには宿題がないとね、ガチ分かんなかったけど。さてどうせ多分またブロックの隙間とかだろうから、ブロックはまず綺麗に片付けます。さてと、ここら辺のブロックってどうやって壊すんやろ。他になんか、なんかずらせるあれがあんのか、見当たんないけどな。やべ、ビーポ、あぶね、ビーポビーポ鳴るかだけ。やってないね。死ぬんかい。安全地帯かと思ったのに。あ、このここない、ここにワンチャン、これのためだけにあるんじゃないかななんて思ったんだけど、一瞬違うっぽいね。あっ、ワンナップ、あこう、そうか、ここ、これで押せるんだ。ワンナップキノコ押せるだけか、なんだそっちの謎は解明できたね。いらっしゃいました、いらっしゃりました。よかった、綺麗にしててよかった。いやあの2つ目ほんまマジ取れねえな、ちょっと全く発想が思いつかん。次黄金鏡に潜むもの。え待って。おいボスの焼き回しじゃねえだろうな。嫌な予感が今サムネでしたんだけど。まさかバフー。ああ、なんかみんな金持ちになってんだね、みんな金持ちか。あやべ、あーなるほど、高さで調節しろってことね。はい、やべえ。金の海に落ちたわ。おい、よし、ほっぷんね。待って、ここ入る、オッケー。で上から出ました、パタ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 、ママ、ちょっと待って、あっちどうなってる。見えない、これは上、はい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 、あー。仕組みを見てよく。気づいた時には遅かった。はい、待て、ここ、これも関係ないよね、どうにかしてね。これここ、こっち行くとなんだろう、ここ気になる。はい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 、なるほど。なるほど、ガードしてくれたってことね。これでダイヤは取れました。上に進む。さあ次、オッケー。あはは、あぶねー。待って待って、ど、はいはいはい、いや違う、
待ってどうしたらいいのこれ。落ち着けやるためだけここに行かなきゃいけない。ああなるほど、はい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 、はい、こうですね、逆でしたね。ちょ見えない下が耐えて耐えこうしてこういって逃げろ、はいはい、はい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 、いけー来たぞいつものが来た、いけーキノピオ隊長ドゥーンおおバフバフバフ、やりました一応ダイヤも取れたね全部やらなきゃイエーイ俺完全目の前で煽っていくすげえマッキンキンやりました。タッチ10回でゴールした。なるほど、そっち系ね。よし、なるべくタッチしないで最低限でいこう。これ絶対やんなきゃいけないとこはやって、ここもそうだよね。ここは大丈夫、ここは下げなきゃいけない。やっちゃったやらかしたとりあえず1やらかししました。絶対必要、間違えた2やらかし、ここがこうしてここが1で OK なんだね。これでいける、ここ上がって、3やらかしやってます10回で済んでねえかな、言ってますように3やらかし。ダメだった、シーン、むなしい。おーい、あ間違えた、もう1やらかし、こうしてこうして、ここのやらかしは済んだ、こうしてこうして、ここさあどうだ、言ってるのかい言ってないのかい、どっちだい。行きましたねよかったふうふ、さあかくれんぼの方やっていきましょう。おお、コインステージも来たぞ。あの2つのあの動かせるところが重なってるあたりが怪しいよね。予想していきましょう。ドラゴンの中にいるとかもないよねいや上上がったつもりが死んでた鳴ってないよね、ギャピギャピ言ってないよね。一応チェック、チェックしてる間にあれ出されて困る。一応下側もいっとくか、ないよね、ないよね、ない、ここら辺怪しいんだけどな。おぶねギャピギャピ言ってない、やっべ見えづらい、あ言ってる、言ってるって踏んでたわ下で下で踏んでましたごめん言ってるって、そりゃ真下だから大きい声で聞こえるわ。やりましたということで、今回は黄金鏡に潜むものまでやってみました。次回はおおキノピコの挑戦だ、次はコインステージとともに次回やっていきましょう。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。